皆さんこんにちは、にわ世界ラボです。親方 G と弟子の K です。よろしくお願いします。 G さん、今日は何をやるんですか？今日はですね、金剛寺のお寺の工事が再開します。玉石によるあられ敷きの通路を作ります。それでは頑張るぞ。今回玉石によるあられ敷きの通路はこのエリアになります。いや、いい通路でいいよ。うん、散らして。使用する玉石は、静岡県産の大井川の玉石です。玉石なんですけど、大井川の玉石の特徴としては面がある玉石が多いんですね。だからこの通路に使ったり延べ段の中に入れても面白い石ですよね。で、色は比較的こういった感じの川石っていう感じなグレー色が多いので、自然の景色だとか和にも洋にも合うんじゃないでしょうか。今回この石を使ってあられ敷きを行います。たまにね、こんな赤い石もあったりとかするので、また面白いですよね。
端で、こういう中流圧あっても、
時期の玉石の目地ですが、私の場合は月目地にこだわっております。月目地の中でもまた深目地を取り入れて、極力、平たい玉石が深目地になることにより、その陰影が出るので、離れてみた時に少し立体感が生まれる楽しみが、感じられるかと思います。で、目地は月目地なので、石と石が必ず、点と点でぶつかることが大前提で、目地のラインの取り方は線ではなく、比較的いびつな線だったり、歪んだ三角形だったり、その辺は、様々な目地の、隙間をあえて生かすようにしております。こんな感じですね。で、玉石も大中小様々、あえて取り入れてますので、石畳の模様も、少し、遠くから見た時に、強弱が出て面白いのではないかと思っております。こんな感じです。濡れると、この大井川の玉石は、グレーだったり黒だったり、緑だったり赤だったり、様々な色合いが見られるので、大変、面白い石畳になるのではないかと思います。
月目地の場合は石と石が完全に、点もしくは線で石同士がぶつかり合うことが、大事です。そうすることで、いわゆる石組みとなります。目地の、モルタルは、基本的には、固定する意味では、まあ、大事なのかもしれませんが、まあ、目地のモルタルがなくても石だけでこういうふうに石組みとして敷石を、並べていくことでがっちりする石畳になりますので、石の、叩いて据える、ぶつけて据える、これ一番大事です。石も平たい薄っぺらい石は極力、除いておりますので、石の重みを利用した石畳、小さい石なんだけど厚みがある石、それが、重要なポイントです。また石と石の隙間に、今、小さな、石ころを、くさび代わりに、貝石としてかませていくことも石を固定するということで一番大事ですね。モルタルを使ってるんですけども、モルタルに頼らない施工です。土決めも同じやり方です。今回モルタルを使ってあられ敷きをしておりますが、これは、土決めでもいいんですが、土決めの場合ですと、やはり雑草問題が、常につきまとうので、それを、クリアするためにあえて採石敷いた上にカラモルを敷いております。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、高評価、コメントよろしくお願いします。